皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもシモムーでございます。はい、今回はですね、怒っております。非常にちょっと怒っております。まあ、タイトルに書いてある通りに、謝罪を撤回させていただきたいと思っております。怒っております。何の謝罪かというと、まずね、2本前に上げた謝罪の動画があるんですけど、チャンネル登録に関して謝罪しますって、動画がある。それを見てもらわないと今回の動画はわけがわかんないと思います。まあ、とりあえずちょっとそっちを見ていただいて、それに関してちょっとね、怒っております。その謝罪というのはですね、チャンネル登録に関して、私がね、今年中にチャンネル登録1000人いかなければ芸人、クビですという、やめますという、目標を立ててますんで、非常にまあチャンネル登録を焦っていたのでしょうね。まあ今焦っているのも事実ですから、1000人までまだまだ程遠いので、それに関して、チャンネル登録をお願いしますと皆様に、まあ頼む頻度が多かったことに対して謝罪をねさせてもらった。それはなぜかというと、見てる人は今やろうと思ってたのにって思ってたのに、チャンネル登録お願いしますって言ったことに対して本当にね、申し訳ございませんと、もう私はね、頭を下げさせてもらったんです。でもね、その謝罪はね、撤回させてもらいます。全然今やろうと思ってないじゃないですか。全然チャンネル登録増えてないですよ。今やろうと1ミリも思ってないじゃないですか。増えてないもん、チャンネル登録。どういうこと？どういうこと、みんな。本当に、チャンネル登録してない方。どういうこと？だからもうね、申し訳ありませんと言いましたけど、もう申し訳ありませんなんか思ってませんよ。だって今やろうと思ってなかったんだもん。ほんとね、どういうことですか。困りますよ。話が違うじゃないですか。約束と違うじゃないですか、皆さん。誰も約束してねえだろって。全部自分の被害妄想だろって。まあそういうことがあったんでね。まあね。本当ね、前の動画見てない方はね、もう何のこっちゃ分かんないと思います。こいつ頭おかしいのかと思うかもしれないですけど、謝罪はね、もう撤回させていただきます。もうはっきり言います。あの謝罪はもうなかったことに、させていただきたいと思います。だから皆さん、今やろうと思ってなかったんですよ。もう私の勘違いでした。本当にね、頼みますよ。お願いしますよ。もう私、9、10、11、12、残り4ヶ月の命なんですよ。芸人として生きる。残り4ヶ月の命なんです。残り4ヶ月の間にね、どう1000人まで持っていくかって。ね、ほんと。だって、今年、1000人行きますって始めた時がね、1月1日は240人だったんですよ。240人で、今現時点、で、チャンネル登録522か522なんですよ。計算が合わなすぎるだろう。まあね、まあ正直ね、まあ焦ってはいるけども、焦ったところで、どうしようもないっていうのは、でもまあまだ笑ってるから大丈夫でしょ。まあ俺は多分ね、そういう追い込まれた時でもやっぱね、笑おうっていうのを決めてますから。まあ、見てる人からしたら何ヘラヘラしてんだって思うかもしれないけど、まあ困った時こそね、やっぱ笑わないとダメ。やっぱね、なんだろう、人間、悩みとかね、しんどい時がある時こそ、より笑わないと、笑った方がいいというね、考えのもと生きてきてますんで、だからもう笑わせていただきます、とこと。っていう動画。今日はね。っていう動画でございます。だからもうチャンネル登録してくださいって言いませんと言いましたけども、もう今後はもうどんどん、もう自分からチャンネル登録よろしくお願いしますって言わせていただきます。もうこの間もですね、私警備の仕事してて、一緒に現場になった79歳の、男性の方、もう79歳だったらまあおじいちゃんぐらいになるのかな。おじいちゃんの方に、チャンネル登録していただきましたね。それぐらい必死ですっていうね。
ありがたいですよ。でも79歳の人がチャンネル登録してくれるんです。初対面ですよ。初めて会ったやつに、芸人やってます、実は YouTube やってるんです、もしよければ YouTube とか見なすって言ったら見るっていうか、ちょっと携帯貸していただけますかって言って、ちょっと携帯借りて俺がチャンネル登録するって、まあもちろん許可はもらいましたよ。チャンネル登録恐喝になりますからね、そんな無理やりすると捕まっちゃいますから、ちゃんとねチャンネル登録していいですかって聞いてからしましたけど、79歳がしてくれたんです。20代30代40代まあ俺の同級生は31歳、31歳はしましょう、はいよろしくだからそう、もうね、単独ライブやった時に来てくれた身内の同級生、がほとんどチャンネル登録してなかったです。だから、同級生、ほとんど多分してない。してないからね、ほんと、同級生はもうはっきり言う。もう強制。もう強制でしろ、チャンネル登録。っていう。今のは良くないな。強制でしろとか言っちゃダメ。もう今、はい、またちょっと今のに関してはちょっと、謝罪させていただきます。先ほど、私が同級生に対して、チャンネル登録強制にしろというちょっとね荒い言葉遣いで、強要した感じになったことを今謝罪させていただきたいと思います。先ほどはどうも申し訳ございませんでした。はい、ということでね、皆さんよければね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で、お会いしましょう。皆さん笑って過ごしましょうね。ではまた、本日も明日。